皆さん、こんにちは。今日のゲーム紹介動画、1本目は好調者虫キングスーパーコレクションということでね、今日もおなじみ、スパコレです。昨日のね、ゲーム紹介動画で、ゲームを3本出したということでね、なんか、斬新だなって言われたんだけど、まあ、やろうと思えば別にやろうと思えばできる。アドバンスね、探しみたいなけどなかったわ。多分、そのうち見つかるでしょう。まあ、もう、特に語ることもないからな。今日も何分語れるかチャレンジだけど。ゲーム紹介とかのさ、難しいところってさ、なんとかゲーム紹介をしようと頑張るんだけど、雑談になるっていうところなんだよね。そこが難しいところかな。なんか、虫キングクイズとか出してみてもいいんだけど、クイズというクイズかな。まあ、強いて言えば、インターネットとかで喋れば全部出てきちゃうからね。なんか、ネットとかで調べてもなかなか出てこなさ、個人的クイズとかやるか。あ、じゃあいや、岡くんがよく使うテクニック80の技、3つなんでしょう。テクニック80っていうのは小型の技ね。例えばだけど、トルネードスローとか。そういうものね。まあ、トルネードスローはよく使う技だよね。まあ、これはもう一つ枠が取られたね。あと二つは何でしょう。グーとチョキね。とか、あとは、岡くんがよく使うスーパー技5種類答えよとかね。これも多分スーパートルネードスローが一番だから。あと4種類になるのかな、まあ。こういうクイズとしてもね、答えられる人がごくわずかという。あと、なんか、スパコレに関するクイズとかあるかな。スパコレに関するクイズ。あ、スパコレのボス4体を答えようとかね。これもネットで喋ると出てくるか。まあ、クイズって言ってもね、限られてくるんだよな。で、リメイクに関してだけど、まあ、される確率は少ないんだろうけど、なんかされるような噂を聞いたんだよね。で、ちょっと話はまた別のことになるんだけど、裏を見せとくか。話はさ、変わるんだけど、ぷよ系で昨日ね、100人ガチャっていうのをやったんだよ。あの、セガクラボチャレンジのやつね。そしたら、虫キングとポポが8枚出て、おお、確率的にすげえと思って。まあ、10枚で1枚手に入ればいいやって思ってたんだけど、8枚手に入ったかと思って。でも最高記録俺ね、100人ガチャでね、9だか10出したことあるんだよね。で、運がいいとね、10枚中2枚入る時もあるから、まあ、最高記録をね、また更新できれば、ええなと思うんだけど、ええなっていう。本当にええなって感じです。まあ、記録なんてね、本人次第でどうとんでもなるんだけど、まあ、強いて言えば、もっと頑張れたらいいなっていう気はする。ただね、種類が増えたから、それがこれもキャラクターの、特にソニック系の、だから、ポポが当たりにくくなったっていうのはある。まあ、もっとね、欲を言えばね、虫キングとポポの星7が、ランク7が出てくれると、まあ、嬉しいなって言うんだけど、なかなか出ないんだよね。6のままなんだよ。まあ、いずれ、虫キングクラブとかやるでしょう。やる日を願うしかないでしょう。そんな感じかな。今日はね、割と天気が、微妙な感じ。雨は降ってないけど。まあ、雨降るよりはマシだね。まあ、カラスが鳴いてる。で、またね、リクエスト募集中なので、なんか、あれば言ってください。ちょっと語ることがなくなってきたぞ。開始早々4分で語ることがなくなってきたけど、もう語ることないんだったらやめちゃえばって思うんだけど、なんかさ、語れるんだったらちゃんとさ、時間があるときは5、6分撮りたいなと思うんだよね。別に、なんだろう、再生時間を伸ばしたいとかそういう魂胆はないよ。伸ばしたところで俺にメリットは何もないから。なんだったら短く済ましたいっていうタイプの人だから、本当だったら別に5分ぐらいで終わらせてもいいんだけど、なんか喋れるんだったら喋っといた方がいいかなって、こういう機会はなかなかないしさ。まあ、オフ会のことでも話しとくか。オフ会、次のオフ会いつなんだろう。多分、6月30日かな？確かそんなもんだったと思う。いや、違う。6月20、8か
な、いや、違う。でも28あたりだったと思う。うん。日曜日だったな、間違いない。そうだよね。よく覚えてないんだけど。28だったかな。28だったような、28じゃなかったような。25か。うん。まあいいや。ちょっとスケジュール表を見ないとわからない。そうだね、多分。ガンガン音が鳴ってきたぞ、そこで。なんかやってんのか知らんけど。うちではないことは確かだ。まあいいや。無理やりね、話そうとしても多分出てこないと思うので、もうそろそろ切り上げようかな。まあ本当はね、7、8分喋りたかったなっていうのは。まあなんかさ、内容がなくなってくるとさ、喋ることもなくなってくるよね。ってなわけで、まあリクエスト募集中です。で、またなんかちょっとね、やれることがあったら、やろうかなと。たまには箱を開けるか。時間稼ぎをする。時間稼ぎをする？何の時間稼ぎだ？古くなってきたよね、もう、この DS ライトも。だいぶさ、なんか色褪せてきたよね。ソフト何も入ってんや。なんで入ってんだ？あ、スパコレがこの中に入ってんのか。とか言って入ってなかったらちょっと面白いんだけど。入ってないパターンもあるからね、これ。どうなんだろう。ちょっと待ってね。おっしゃっと。じゃん、入ってなかった！多分どっかの DS に入ってんだな。うん、どっかに入ってんだよ。スパコレか、スパコレ最近やってねえもんな。最近やってねえもんねってか、あの、アドバンスの DS の方でね。多分 3DS に入ってると思う。スパコレ 3DS でやることが多いから。よし。まあいいや。後で片付ける。撮りながらね、片付けるとめんどくさいから、後で片付けます。うん。箱だけちゃんと閉めとくか。多分、今日俺の、あの、ゲーム紹介動画聞いてる人が、時間稼ぎってことに対して何の時間稼ぎだよって多分突っ込むと思う。俺も自分で思ったもん。別に、なんだろう、最初に時間を稼いだところで俺に何のメリットもないから、うん、時間稼ぎする理由がないんだけど、まあ、てか、あの、再生時間が長ければ長いほどさ、見てる人もさ、飽きてくるよね。なんか面白ければさ、聞いてて面白いんだろうけどさ、ね、特に面白くないじゃない？俺多分聞いてて何し、一人この人喋ってんだって感じだと思う。本当はね、トーク動画もね、誰かゲストを呼んでさ、ゲストとお話できたら面白いのかなと思うんだけど。まあ、そのうちね、ゲストに登場してくれる人がいたら、登場してもらおうかなーなんて思ってます。てなわけでね、ちょっともう話すことが特になくなってきたので、切り上げます。それでは、聞いてくれてありがとう。また後で、よろしく。